新年明けましておめでとうございます。いよいよですね、年が明けて2023年になりましたですね。24層の方からその就活の本番が始まります。まあ、そういう意味で言うとですね、この年が明けたあなたは今どういうふうにするかということが結構重要ですよね。年明けの1月4日の今日、皆さんがですね、どういうふうな就活をするかにかかっています。今日はですね、皆さんにやるべきこと到達すべきポイントを解説させていただきます。まずですね、 就職活動の基本。私はですね、今年の24卒はですね、いわゆる年明けの3月、4月ぐらいからですね、こういう講座をずっとやってたんですけども、もう一回今一つ皆さん思い出してほしいんですね。どこを受けるか、そしてどうやって勝つか、どうやって受かるか、この二つが重要なんです。自己分析あなたたちはちゃんとしましたか自分の過去を振り返ることによって、自分の行動特性を探すことによって、自分の就職の軸を決める。 これがきちっとしないで企業を決めるととんでもないことになるんですね。そしてその次は何かというとですね、実際に自分の就職の軸が決まってこういう会社に入りたいなと思った時にその会社に受からないという意味がないですね。そういう意味ではどこを受けるか、どこをどうやって勝つか、この二つが重要なポイントだっていうのは自己分析なんですね。さあまず最初にですね、自分の過去を分析することによって自分の就職の軸をどのようにして探すのか、ここがまずは重要なポイントなんです。さあ皆さん、 春先にやった方もですね、もう一回、頼野しも含めて、そして今からする方は、こういう形でやってほしいんですね。さあ、過去の行動をもとにした自己分析の方法という形で、私どもは、春先にはですね、講座もやらさせていただいて、YouTube にもですね、やる方法が書いてあります。もう一回振り返りです。まず、小学校から大学までの間にですね、あなたたちはみんないろんなことやってきましたね。もちろん、部活をやったり、 バイトをやったり、サークルをやったり、いろいろやったはずなんです。そしてあなたたちはいろんなことをやった、その始めた、まあ、いわゆるやった出来事。そしてそれをどうして始めたんですかなんですね。理由がありますね。そしてそれが長く続いた理由は何だったのか。まあ、このことをですね、やっぱり考える必要がありますよね。さあ 我々のですね、自己分析ではですね、皆さんがですね、言葉を書いたからってどうするのって難しいから、こうやって1からですね、16、そして ABCDFGHIJK、まあ、J までね、振ってるんです。さあ皆さんが始めた理由、長く続いた理由、やり遂げた理由はどこにあるんでしょうね、っていうことをですね、この部分をもとにですね、自分が当てはまるものを数字で選んでほしいんですね。そうするとこんな感じでしょうかね。ダンスサークルに入った大学時代、居酒屋でバイトした。 学祭実行委員会もやった。中高はね、バスケットボールずっとやってたんですで。中学校の時、まあ高校の時生徒会長やってました。まあやったことを多分5つ挙げたとします。そして始めた理由をさっきのですね、まあこの数字から選んでみた。そしたら例えばダンスサークルは G と11。これはどういうことかっていうとですね、まあ G と11っていうとですね、ここで言うと何かっていうとですね、まあ11、なんか新しいことに挑戦したいと思ってダンスサークル入ったんですよね。そして G はですね、まあ何かっていうとですね、 憧れの先輩の人がやってて、まあそこだったら一緒にやってみたいなって、この理由で始めたんです。まあこれが始めた理由で G11。そして長くやり続けられたり、やり遂げれた時はなぜなのかっていうとですね、まあこれも先ほどの理由で Q と C。Q っていうと何かっていうとですね、専門的なスキル、要するに上達して専門性が高まった。いいですね。そして G、もう一個は C。この C は何だったか。これはですね、えー、ライバルになる人がいて切磋琢磨できた。 まあそういうことが非常に満足だった。で、その中でもですね、C、まあ、が強かったかなっていうのを選んでみました。こういうのをですね、居酒屋のバイト、学祭実行委員会、中学、高校のバスケットボール、生徒会で全部やってみて、これです。そしてですね、まあ、続いてやり遂げた理由の中で一番ね、その理由の方が大きいなっていう理由のところをですね、まあ、ちょっと青枠、青で塗った。こういうことでしたんですね。で、これが出来上がったら皆さんにですね、この表を埋めてほしいんですね。まあ、1、2、3、4、5、6、8、9、10、12、12、13、14、15、16、17、18、まあ、A、B、C、D、こういうのあるのの中に、 何点あったかっていうのを足してほしいんですね。さっきの1個あれば1点。で、あの一番自分が強い七点と青いのやつかったら2点。こうやってみると、例えば私はですね、1番と2番の良さが4点、7番、8番の良さが3点、11番、12番が4点、で、ABC が5点、EFGH が2点、17、18が2点まあこんな風にして処理すればいいんですね。 まあ、こういうふうにしたら何がわかるんでしょうさあ、これなんです我。私はですね、この皆さんにですね、大体いい自己分析するときにキャリアアンカー理論っていう理論をですね、まず皆さんにお伝えしてですね、これはどんな理論かというとですね、人間はですね、まあ、大体ですね、まあ、自分のね、特性がある。 しかしそれって20歳とか21歳の時は形成されてなくて30歳ぐらいまで一つの方向に固まると言われてるんですね。一度固まるとそういう考え方に基づいて人生を歩むと言われてるんですね。例えばそれをリーダー、自立と独立、ワークライフバランス、社会貢献、専門家、企業的創造、チャレンジ、保証と安定というのに8つに分けたんですね。これどういうのかってリーダーっていうのはですね、 人が集まればリーダーができる。まあ自分はねリーダーシップを発揮してねみんなを引っ張っていく立場で仕事をしたい。まあこういうタイプね。自立と独立っていうのはねいやいや相手のペースに癒やすんじゃなくて自分のペースで仕事をしたいんだと思ってるタイプ。ワークライフバランスはねもうこれ輸出もない。まあね仕事といわゆる余暇のねワークライフのバランスが重要なんだ。社会貢献直接社会に貢献したいと思ってます。 専門家はね、ある分野の中でですね、専門性を磨いていきたい。企業的創造、新しいことにいつもチャレンジしていきたい。チャレンジはですね、難しいことをね、解決することに喜びを見いだす。保証と安定、大きな組織の中でね、要するに安定して、そしてね、間違いない仕掛けの中でやっていきたい。まあ、こんな仕掛けだよね。だいたい4つに分って、あなたはどこに一番強いのか、それをさっきのとこから選んできてるんですね。 例えばさっきの僕のあれで言うと僕なんかはですね、これで言うとですね、1番と2番と11番と12番というのが強かった。そうすると例えば1番にはリーダーっていうのと、例えばね、企業的想像っていうのが強い。なるほどな。俺なんか自分ではね、ワークライブバランスが重要だと思ってたんだけど、ちょっと違うかもしれないな。そう。あなたの過去が語っているこの事実に着目すべきなんです。願望で分析しちゃいけないんです。 そしてもう一つの要素がですね、いつも言ってますね、環境要素はとても重要です。人はね、誰と一緒に仕事をするか、どんな雰囲気のところで働くか、とても重要なんだと。それをですね、二つに分けたんです。一つは環境視点、ポジティブ型、いわゆる切磋琢磨していきたい。そしてですね、もう一個の標準型、仲良くやることが重要だっていうのを選んでみた。さっきの僕のやつで言うとどうですかね、DFGH よりも ABC の方が強かった。ガツガツしていきたいっていう要素が強かったってことだね、ポジティブ型の環境を選ぶ。 これが皆さんがですね、就職先を考えるの重要な軸になるってことなんだね。さあ、自己分析の注意点は今途中でお話ししたようにですね、将来とか願望ベースでやってはいけない。過去のあなたたちが行ったことの事実に基づくべきなんだ。これが重要なんだね。友達親とか SNS の情報などに引っ張られてね、いや、今重要なワークライフバランスだ。決めるなよ、人が言ったことで。様々な情報に惑わされない。そして過去の行動を真摯に見る。 そして当時の感情を思い出してください。これがあなたの未来を語っているんだね。さあ、それが分かったら清水さんどうすればいいんですかどの企業を向いてるか分かんないじゃないですかそうなんで僕らはこういうの作っときました。横軸に、企業の成長性。こっちが成長性が強い、こっちが成長性が弱い。そしてこっちが企業の規模、品格がね、まあ企業の規模は大きい、品格がある、こっちがない。さあ、例えばこのリーダー、自立、独立、ワークライブランス、これがね、あなたどこに行けばこれが実際にあるかって考えていけばいいんです。 例えばリーダーダ清水さん僕ねリーダー気質があるんですよどこですかねどうやったらリーダーになれるか若いうちにね若いうちにってことが重要なんだよねそうするとリーダーになるためには部下がいないといけないそうすると2つのことがないといけないよねいつもいつも若手の社員がどんどん入ってくる環境にある若手の社員が入ってくる環境があるためには成長性が高くないといけないだから右に寄るはずなんだそうそして組織風土がね硬ければですよ 保守的であればね、おうちは年功序列じゃないとリーダーさせないんだ。いや、君に立派だからリーダーにしようっていうのがあるとすると、組織が保守的よりもね、革新的に多い。そうすると企業規模は小さい。この領域にある。こういうことを自分で分析した後に考えていくってことが重要なんでね。これがまず一つの視点ですね。さあ、そして次。 あなたたちがですね、先ほどの環境視点の中で考えなきゃいけないのはですね、この A という視点と B という視点があるってことなんだね。成長する機会はいつ与えられるんですか挑戦する機会はいつ与えられるんですかこれ A と B とはどういうことかって。A。うちはね、若いうちからボン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 仕事をやらすから実力がつく。そして若いうちにね、チャンスをあげる。大きな仕事してもらうんだよ。うちはね、B。うちはね、ゆっくりゆっくりみんな同じような成長してもらって、そうだな、10年ぐらい経ったら少しずつ仕事を任してって、まあ少しずつ大きな仕事をやっていくんですよね。 まあこれだけ聞いたらどっちも良さそうこういうふうになったらですねさ部活を思い出してほしいです部活はどんな部活 ?A はどんな部活かうちは1年生でも2年生も3年生でもバリ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 実技型の練習をしますその代わりうまければ1年でもレギュラー3年でもレギュラーなれない人いるこれが A っていう環境だよ B は何いやうちはね1年生は基礎取れ2年生があの実技3年生がまあ試合形式だから3年じゃないとレギュラーにはなれませんどっちがいいこれなんですねさあ皆さんがですね自分に向いてるのはどっちかっていうのを決めて じゃあ、それはどこにあるんだやっぱり同じように考えてほしいんだね。企業の成長性が強い方強くないの。企業の規模はある小さい。では、まず最初に、これだね。若いうちにガツ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 仕事をして成長するのはどうすればいいか成長性が高ければ高いほどね、どん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 仕事を任していくに決まってる。小さければ小さいほどいろんなことをやらさせられる。だから、この領域にあるに決まってる。さあ、次。 じゃあね、若いうちにもうちょっと大きな仕事を任されるにはどうすればいい同じ領域少し上がる。なぜかっていうと企業規模が少し大きくなっていかないと大きな仕事、大きなものを任せられないからいやや上に上がる。そして三つ目。優秀な人はどこにいるのいいですよね。おっとっと。日本の学生さんはね、大手企業ならどこでもいいって入るの。成長性がない会社にも入ってからね、大体就任入社員はこの領域に散るんですよ。 でも、10年後にその人がね、第一線でガツガツしてる。世間的に見てるんですよ。その会社じゃなくて。どこにある右に寄るはずなんだよ。ね練習、才能があっても練習をし続けないとトップラインはキープできない。プロと同じ社会だ。そうすると、この領域に、ものすごくガツガツ人がいるってなるほど。清水さん、それをどうやったらわかりますかねもちろん、いろんな企業に直接見に行く。OB、OG と会う。まあ、重要なんですけど、大手だったら、 オーープンワ見見てていいいだけれればいいんですこれ見てくださいね例えばこれ、まあリクルートキャリア今もリクルートキャリアっていう形じゃなくてリクルートって一本化されてますけどね、まあ、ちょっと前のデータでリクルートキャリアなんでこれ4.47出てね待遇面の満足度も4.7比較的高くなってきたリクルート大きな会社になったからねそれも重要なのですね社員の士気も4.6高いそして20代の成長関係は4.8 20代の成長環境が主要化されてるんです。これを見るとですね、20代の成長環境が高いところは、先ほどの A の環境がものすごく強いってことなんだね。さあ、あなたたちに合ってる会社はどこなのかをこうやって選ぶことが重要だってことだね。自己分析で強いキャリアンカー、環境視点をチェックする。これとても重要だね。そしてあなたの強いキャリアンカー、環境視点を行わせる機器はどこの辺にあるのかこれに当たりをつける。そして首口コミサイトを活用する。 実際の企業で働いてる人たちに出会う。このことで確認しないといけないんですね。さあ、あなたに会う企業をどうやって探せばいいんですかこれはですね、自分でですね、名前の知ってる会社に行ったところでそんなのわからない。これはですね、あなたに会う企業の指し方はですね、この掘り出し物を探す。へえ、こんな会社があったんだって、こういう機会を大切にしてほしい。合同説明会みたいに参加すべきなんです。そして我々も合同説明会の少しの一種、出会いの場。 皆さんたちのグループディスカッションを見て企業の人がスカウトをかけてくださるんだね。そうすると、へえ、俺知らなかったけど、こんな面白い会社があるんだ。そう、今から40数年前僕がリクルートンであったのがこんな感じ。偶然なんだよ。その偶然の機会を大切にしてほしい。そして、惚れられるということは大切にしてほしいんです。僕目から40年前、まあ人事のね、もちろんですね、があれだと思うんですよ。清水お前は優秀だからぜひ一緒に働きたい。まあこの言葉に乗った俺がいいのか悪いのかわかんないんだけど、 やっぱりね、まあね、うちはね、優秀なやつしかいないけど、どうしても入りたいんだったら、お前取ってあげてもいいんだよ。嬉しいいやいやね、うちはし清水のような優秀なやつに来てくれると嬉しいんだ。ぜひ一緒に働こうぜ。どっちがいいそうだよね。就活において、惚れられるということを大切にしてほしい。ぜひ来てくれ。あなたのグルディスを見てスカウトがかかる。とっても重要だよね。なるほど、清水さんの言ってることよく分かったわ。じゃあどうすればいいですかね さあ、この1月になって先行突破に向け1月のうちにすべきことは何ださあ、それで先ほどのどうやって受かりますかなんだよ。これはとっても重要だよね。そう。他の受験者よりもね、優秀だってことを証明しないといけない。そして他の受験者よりもあなたの企業に合ってる。このことで先行突破できるってことなんだね。さあ、ES 面接の基本構造を知ってますよね。 ES で面接で聞かれることに対して私はこうこうこうなんだ。それを過去のね、過去に基づいたあなたたちは論拠にしないといけないってことなんで、ES とかで面接はですね、あなたの過去をひたすら話し続ける行為なんだよ。わかるね。僕はこんな強みが、なぜならばこんな風にやってきたから、私はこうこうこういうことした、こういうことができた、あなたの過去のことを棚下ろししないとうまくいかない。さあ、その中で、企業は面接で重視するポイントは何だった人柄。 そして、ね自社その企業への熱意。そして今後の可能性。皆さんは誤解しているアルバイト経験の話が来たがってるわけじゃない。クラブサークルの話が来たがってるわけじゃないの。その話を通してあなたたちの人柄、うちの会社へ入りたい気持ちの強さ、今後の可能性を確認しているんですね。じゃあ、清水さん、それどういうことなんですか人柄今後の可能性、企業への熱意っていうのは大きく分けて仕事の能力。 この子を取ったらね、仕事でね、優秀なんだよねってことを立証しろなんだよ。じゃああなたね、どうしてうちの会社に入りたいのいや、御社は上場企業でですね、御社に入ったらぶら下がれるからです来るなお前はって話だよね。そうすると、そうじゃなくて、僕はこういう考え方で就職の軸、こういう概念で企業を選択したら御社だったんです。そういうことをちゃんと言えなきゃいけないよってこの二軸なんだよ。そうするとね、 仕事の能力はね、成果を上げる行動特性を持ってるってことを言わないといけない。そして、死亡の動機は就職の軸をしっかりしてるって言わなきゃいけないってことなんだね。そうすると、成果を上げる行動特性は何によって決まってるかというとですね。そう。過去にあなたがやってきたこと。過去にできた人は未来もできる。過去にできなかった人は未来もできないってことなんだ。過去にうまくいったことを話して、おう、こういう子ならうまくいくんじゃない。なるほど。こういう考え方で就職先を決めてんだな。この二軸なんですね。 さあ、受かるエピソードは何かまあ、他のね、いわゆるね、就活生よりも企業に合ってることを証明するエピソードじゃないといけない。さあ、皆さんは自分の強みをどこに設定しましたか僕はですね、協調性があるんです。ん最近多いんだけどね、協調性があるって言って、その子を取りたいとは思わないですよ。ね基本的に自分の強みを設定するときに、社会人基礎力ではこのように設定してます。1、前に踏み出す力。2、考え抜く力。 3. チームで働く力なんです。これを通して成果を上げる。これを立証しなさいなんです。前に踏み出す。そして考え抜く。チームで働く。その部分を具体的な能力で言うと何かというと主体性がある。ね。働きかける力がある。実行力がある。これが前に踏み出す力。考え抜く力は課題解決力、計画力、想像力。そしてチームで働く力が発信力、傾聴性、柔軟性、状況把握力。 これをどのように自分の強みとして書くか。こう書くのが普通なんだ。前に踏み出す力、プラスチームで働く力、もしくは前に踏み出す力、プラス考え抜く力、プラス最後に成果を上げる。例えばこれを日本語で書くとこんな感じ。自ら進んで現状分析をし、課題を発見して成果を上げました。とか、自ら周りを巻き込んで、相手の立場に立って、相手の立場を理解して、 実行しし成果を上げました分かりますね。二つを組み合わせて成果を上げたって最後にけね。自ら進んで現状分析をして課題を発見して成果を上げた。周りを巻き込んで相手の立場も理解し実行し成果を上げた。さあこの強みをあなたのエピソードで裏付けなさいってことなんだね。自分の過去の行動の範囲の棚状をしなきゃいけない。自分の過去の経験がある。頑張ったことがある。 ねえ、頑張らなことがある。頑張らなことは言ってもしょうがないんだよ。そして、企業の人が思う素敵なとこ、企業の人が素敵に思わないこと、2つある。企業の人がね、ほう、そりゃすごいねって思う、ここを上げなきゃいけないんで。じゃあ、清水さん、それ、どんなのそれは、セオリーがあるんだよ。しかし、その中でみんながね、やる罠、長くやってたんですよ。だから、何なんだよ。長くやってたって、成果が上がってないものはダメなんだよ。長くやってても、聞き手を見ての心がくすぶとかなければ、意味がない。 期間は1ヶ月でもすごいねって思わせないとダメね。自分としては頑張った。頑張るのは当然。僕はね、頑張ったことないんです。じゃあ来るなよって言んだよ。ね。頑張ったことは最低条件。頑張っていても成果が出てなかったりね、感動を呼ぶのじゃなきゃダメなんだよね。さあ、その子の中であなたたちがやらなきゃいけないことは何、差別化された魅力的なエピソードの要件は何だろう大前提はですね、主体的な取り組みであるってこと組織的なものや言われてやったんだよダメなの。自ら自分でやった。 ライバルとね、優位な差がある。動機に違いがある。もしくは行動に違いがあるんだよ。この二つを立証しないといけないってことなんだね。その中で皆さんが準備しなきゃいけないエピソードは基本的に二つ。個人で頑張った話、グループの中で誰かを巻き込んだりしてやった話、二つ用意するのがいいんですね。日本の場合はですね、やっぱりグループで何かをやり遂げた話大好きなんですよ。ザ・日本の企業は。だからこの話と集団の話、この中には短期の行動、長期の行動があるんです。もちろん長期の行動がいいんです。 でも、少なくとも、まあ、片方が短期、片方が長期、長期長期でもいいんだけどね、長期長期一番いいんですよ。短期短期だとちょっと弱くなりそうだね。まあ、その辺を意識してエピソードを選んで。日本の企業は深掘りの時にですね、ハウにこだわる企業と、ワットにこだわる企業があるんですね。ハウはですね、どんな工夫改善したの、どんな工夫改善したのにこだわって質問が展開されるとこ。そして、人材系企業やベンチャーはですね、なぜやったの なぜやったのあなたのモチベーションが重要だと思っている企業はあるんだね。企業によってハウの深掘りとホワイの曇りがあるってことをですね、えー。覚えておきましょうね。さあそして強いエピソードはこのように分類されます。圧倒的な成果。客観的に素晴らしい。僕はインターハイに出ました。そりゃすげえじゃねえか。こういうのあれでいいよね。でも普通の人じゃない。強い動機で目標達成に向けて強い行動の連続。これはいいね。 異質な集団の中で何かをやった。だから海外に行ってね、外国の人と何かをやって成果を上げた話は強い。そして、行動レベルが独創レベルにある。へえ、すごいねって思うやつだね。大きなギャップがある。before and after の差が激しいやつだね。慶応大学に受かりましたっていうだけだとびっくりしなけど、僕はヤンキーでした。偏差値30でした。だからビリギャン。あれなんだね。大きな挫折を乗り越えた。 ね、こういう話も大好きですからね、おじさんは。まあ、こういうとこです。さあ、魅力的に見える行動の示し方にはバリエーションがいくつかあります。普通の行動の規定、行動プロセスの分解方、行動の具体的な深掘り、二の矢三の矢型そして行動を手数で示す。まあ、これもですね、まあ、ES のテクニック、面接での話し方としてですね、まあ、覚えておいてほしいですね。普通はこうしたんです。でも僕はこうしました。 普通はこうなんです。でも僕はこうした。これ分かりますねいわゆる面接官だっていろんなこと全部してるわけじゃないんですよ。その分野専門的じゃなかったですよね。あのね、こういう分野はね、普通はこうやるんですよ。ほう。で、僕はね、これに加えてこうしたんです普通ということによって差別化がされるね。この説明の仕方を覚えてね、普通は何々って説明し行動プロセスがだって何とかプロセスを規定するんですね。例えば、喫茶店のバイトの仕事をしてるとするとですね、席に案内する、そして注文を取って、注文を伝達するっていう、この一個一個の部分部分を切り出していって、この中で、 席案内のところで僕はこうした。注文取りの中でこういうふうにした。注文伝達のところでこうしたっていうね。ブロックに分けることによって行動のプロセスを分解して、その一つ一つにして差別化ポイントを作るというやり方ね。これもハイライトしやすいです。そして3つ目。行動の具体的深掘り化。まあ深掘り化ってね。これをしたんです。さらにこれをしたんです。さらにこれをしたんです。深く入っていこうだね。例えば、集客用の看板を制作して店先に出した。 これだけじゃダメだなと思って僕はね、イラストをうまく描けるようになるようにですね、絵画教室に通った。お、すごい,いじゃねえか。さらに、ね、注目され続けるように毎日別のおすすめ商品のイラストを描いたとかね、1、2、3って書かれるね。これはいいね。そして2の矢3の矢これわかりますね。矢を1個打って、2個打って、3個打った。パンパンパンって打ってくださいね。十で英語の指導方法を工夫した。さらに国際交流センターで日本語のね、代わりに英語で教えた。 短期留学をした、英語に関することで、1、2、3! これだよ、これが2のや、3のや。そして、企業成果を上げる行動特性を持った人を採用したいと思ってんです。ブレない強みを設定する、強みを示せる、過去の行動、エピソードを設定していきましょうさあ、今日はですね、ものすごいスピードで話しちゃったから、清水さん、ついとけまさんって言われたら、ちょっと速度を落として聞いてみてね。まあ、そういう意味で言うとですね、 この年が明けた1月にもう一回どんな企業を受けるのどうやって受かるのこのことをもう一回やってみましょう。さあ、この動画が役に立ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。